大島陽子は、日本の声楽家、音楽教育者、旧姓、松井、夫も声楽家の大島育を、香川県立境出高校卒業、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修了、畑中良介、畑中幸与に指示、文化庁オペラ研修所に最年少で入所、同時にコンクール入賞記念で全国を回る。 二年間の研修後、オペラ研修所一期生を優秀な成績で終了。その年、日期会公演のヤナーチェク、利口なメギツネの物語ビストローシカでオペラデビュー。続いて、ダン・イクマ、ユーズルノツー、モーツァルト、フィガロの結婚スザンナをレパートリーに加え、文化庁移動芸術公演で日本各地を回り、好評を博す。1979年により、 文化庁派遣芸術家在外研究員として、ミラノに留学。特に、イタリアオペラ、ベルカントの作品の研究に励む。帰国後は、モーツァルトのオペラを多く手掛け、ことにスープレットの役作りを得意とする。また最近では、リリコの役柄までレパートリーを広げつつある。法人初演作品も多く、原義俊氏作曲東京室内歌劇場、脳死を超えて、早坂森子、 水戸芸術館、三ウタユアンジュ等に出演。どちらも好評により再演された。新国立劇場、罪と罰ソにあやくむつめている。コンサートでは、ベートーベン、第9、ミサソレムニス、モーツアルト、レクイエム、ハタンチョーミサ、タイカンミサ、カールオルフ、カルミナブラーナ、マーラー交響曲、第2番、交響曲第4番、ベルリ、レクイエム、ヘンデル、 メサヤ、ハイドン、天地創造、バッハ、ロタンチョウミサ、マタイジュ南極、メンデルスゾーン、エリア、ドボルザーク、レクイエム、スタバートマーテル、ブラームス、ドイツレクイエム等のソリストとして、国内外の指揮者、オーケストラと共演している。柔らかく、透明感と潤いのある声で、低音から高音までムラなく、響き、また的確な表現と、豊かな音楽性は、 高い評価を得ている。二機会会員。東京芸術大学講師。東方音楽大学講師。日本声楽アカデミー会員。大島陽子。みんなの音楽長。2020年2月25日閲覧。ABCDJ ブラームスジップシーの歌。愛の歌 CD。ライナーノーツハット ABCDKO 技塾ワグネルソサイエティ男性合唱団。 第124回定期演奏会パンフレットハット AB 講師大島陽子東方音楽大学2020年2月25日閲覧二機会のアーティストソプラノア東京二機会2020年2月25日閲覧日本声楽アカデミー会員彦江京二2020年2月25日閲覧入賞者一覧日本音楽コンクール 2020年2月25日閲覧。Wikipedia 自老オペラ賞の項目を参照 AB 大島陽子。Amazon 2020年2月25日閲覧。AB 大島陽子。Tower ワーレコード2020年2月25日閲覧。ありがとうございます。